テレビ東京官邸キャップの篠原博明です。7月7日自民党の政務調査会、自民党の中で政策を議論する機関があるんですが、この政務調査会の下部組織である外交部会と外交調査会が中国の習近平国家主席の国賓としての来日の中止を要請せざるを得ないとする決議文をまとめました。この背景には中国政府が香港への統制を強化する香港国家安全維持法の施行があります。これに反発した自民党の保守系議員がこの決議を主導しました。ただ中国にですね、独自の人脈を持ち、これまで安倍総理と習近平国家主席の間を取り持ってきた自民党の二階幹事長らの反発もありまして、最終的にはこの決議案、決議文ですね、自民党としての決議ではなくて、この自民党の外交部会と外交調査会の決議であるというふうに捉えられるような形でまとまりました。で、なかなかですね、これ普段決議文自体をニュース全体でニュースでですねお伝えすることは、時間の関係でできませんので、今回はまずこの決議文がどのようなものであるか全文をご紹介した上で、その上でこの決議文に対するですね、自民党の幹部や政権幹部、また公明党の幹部らのこの受け止めをお伝えできればというふうに思います。それではまず決議文を読み上げます。香港国家安全維持法の制定及び施行に対する非難決議、令和2年7月7日、自由民主党政務調査会外交部会外交調査会、このタイトルがこの外交部会外交調査会となっていることで、これは自民党としてではなくて、こうした部会や調査会の文書です、決議ですというふうに表明をしております。本文読み上げます。6月30日、中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会において、国際社会や香港市民の強い懸念にもかかわらず、中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法が制定され、施行されたことを強く非難し、以下決議する。自由民主党においては、これまで令和元年11月15日の香港におけるデモ隊と警察の衝突に対する決議、令和2年5月29日の中華人民共和国全国人民代表大会における香港の国家安全に関する決定に対する非難決議を行い、再三にわたり重大な懸念を表明するとともに、日本政府に対して中国政府及び香港政府に対し、香港が約束された民主主義の原則にのっとり、人々との対話を優先し、関係者による自制と対話による平和的解決、一国二制度、高度な自治の下での自由で開かれた香港の維持、継続、発展、人権の尊重や法の支配について働きかけるよう求めてきた。それにもかかわらず、中国が国家安全法の制定及び施行を強行し、法施行と同時に大量の逮捕者が出るなど、懸念していた事態が現実のものとなった現在、この状況を傍観することはできない。ここに改めて強く非難する。香港は我が国にとって緊密な経済関係及び人的交流を有する極めて重要なパートナーであり、一国二制度のもとに自由で開かれた体制が維持され、民主的、安定的に発展していくことが重要である。国際社会は1984年の英中共同声明に基づく一国二制度の原則に対する信頼に基づき、これまで香港との関係を構築してきており、それが香港の繁栄につながってきた。今般の法律の制定及び施行は、このような信頼を損ねるものである。香港における自由、人権、民主主義といった基本的価値が維持されるか疑念を抱かざるを得ない。また国際金融センターとしての香港の地位にも影響が出かねない。中国には国際社会との約束を守り、
大国としての責任を自覚するよう強く求める。日本政府に対しては中国政府及び香港政府に対し、香港における万を超える日本国民や1000を超える日本企業の活動や権利がこれまでと同様に尊重・保護されるとともに、香港市民の権利や自由が尊重・保護されるよう、米国及び英連邦各国をはじめ関係国と連携しつつ、中国政府に強く働きかけるよう求める。また、邦人保護のための適時・適切な対応・取り組みを行うよう要請するとともに、香港人への就労ビザの発給など、香港を脱出する人々への支援についても検討するよう求める。上記のように、日本国民・企業の安心・安全を含め、国際社会からの自由・人権・民主主義の原則に対する重大な懸念が表明されている現状においては、党外交部会・外交調査会として、習近平国家主席の国賓訪日について中止を要請せざるを得ない。中国政府はこのような国際社会の懸念に真摯に対応すべきであり、我が党は日本政府に対し、中国に主張すべきはしっかりと主張しつつ、新たな時代の友好関係構築に向け、中国側への強い働きかけを要請する。まあ、冒頭にタイトルとして外交部会、外交調査会というふうに出ていましたけれども、さらに最後の部分で、この習近平国家主席の国賓訪日について中止を要請せざるを得ないとする直前にも、党外交部会、外交調査会としてという文言を入れてですね、これは自民党全体としてではなくて、外交部会、外交調査会という党の一機関が言っているという形で、党内の反発と妥協をしたという書きぶりになっています。また当初の案ではですね、国賓訪日について中止を要請するとなっていたのを要請せざるを得ないというふうに書きぶりを変えて表現を弱めたとされています。で、これが全文でありますけれども、まずは、こうした、党側のですね、決議文に対して政府側がどのように反応しているかご覧ください。自民党の外交部会などは今日、中国の習近平国家主席の国賓来日を中止するよう政府に求める決議を決定しました。長官はこの間、具体的な日程を調整する段階にないと強調されていますが、政府方針にどう影響するか、今後の日中関係の在り方と合わせて見解を伺います。まず自民党の議論及びその影響について政府としてコメントを差し控えます。習主席の国賓来訪日については、今具体的な日程調整をする段階ではないという政府の立場はこれまで申し上げてきている通りです。その上で申し上げれば、中国の間にはさまざまな懸案が存在しておりますが、政府としては引き続き首脳会談などのハイレベルの機会を活用して、主張すべき点はしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、また中国側の前向きな対応を強く求めていくとの基本的な考え方に変わりありません。習近平国家主席の国賓訪日をめぐる自民党の決議文についてなんですけれども、長官は今日、中山外国会長に真摯に受け止めるというふうに発言されたそうですが、今後の対応はどういうふうにされますか。まず本日午前ご指摘の決議文を受領しました。党からの個々の要望への対応について、政府として予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思いますけれども、そうした要望は常に真摯に受け止めをさせていただいています。はい。外交の当事者であるこの政府の代表する立場である菅官房長官は、この決議文に対しては極めて慎重な物言いに終始していたというふうに言えると思います。で、次にですね、この決議文をまとめた党の外交部会の中山康秀部会長が、政府菅官房長官にこの決議文を提出した後に記者団に取材に応じた様子をまずはご覧いただきます。その上でこの決議文にですね、賛同する立場である参議院自民党の世耕幹事長の発言をお聞きいただきます。そしてその後に、一方でこの決議文にですね、不快感を示している二階幹事長の発言、そしてこの習近平国家主席の来日は大局的歴史的に見て進めていくべきであるというふうに発言をした公明党の山口代表、
また、これ国賓来日は日本側から要請したものなんだから礼を尽くすべきであると発言をした自民党の石破元幹事長の発言も合わせてご覧をいただきます。今回のこの決議文をめぐるですね、いろいろな動きというのは私たち国民に対してもですね、この中国と日本がこれからどうやって付き合っていくべきか、これに思いをいたさせるですね、機会であるというふうにも思いますので、皆さんも考えていただければというふうに思います。それではただいま11時40分より官房長官の方に申し入れを行わせていただいたことについてご報告を申し上げたいと思います。ただいま香港国家安全維持法の制定および施行に対する非難決議について菅官房長官へ申し入れを行ってまいりました。昨今の香港情勢をめぐっては、我が党はこれまで昨年11月の香港におけるデモ隊と警察の衝突に対する決議、また5月末の中華人民共和国全国人民代表大会における香港の国家安全に関する決定に対する非難決議を行い、再三にわたって重大な懸念を表明するとともに、日本政府に対して申し入れを重ねてまいりました。にもかかわらず、先週6月30日中国が国家安全法の制定および施行を強行したことは看過できるものではありません。法施行と同時に大量の逮捕者が出るなど、懸念していた事態が現実のものとなった現在、この状況を傍観することはできず、ここに改めて強く非難させていただきたいと思います。その内容につきましてポイントをご説明申し上げます。香港は我が国にとって緊密な経済関係および人的交流を有する極めて重要なパートナーであり、一国二制度の原則に対する信頼に基づき、これまで香港との関係を構築しており、それが香港の繁栄につながってまいりました。今般の法律制定および施行はこのような信頼を損ねるものであり、香港における自由、人権、民主主義といった基本的価値が維持されるかどうか、これは疑念を抱かざるを得ないと考えております。また国際金融センターとしての香港の地位にも影響が出かねず、中国には国際社会との約束を守り、大国としての責任を自覚するよう強く求めるものであります。日本政府に対しては、中国政府及び香港政府に対し、香港における日本国民や日本企業の活動や権利がこれまでと同様に尊重され保護されるとともに、香港市民の権利や自由が尊重保護されるよう、米国及び英連邦各国をはじめ関係国と連携しつつ、中国政府に強く働きかけるよう求めるものであります。同時に邦人保護のための適時適切な対応取り組みを行うよう要請するとともに、香港人への就労ビザの発給など香港を脱出する人々への支援についても検討するよう求めております。さらに日本国民企業の安全安心を含め、国際社会からの自由人権民主主義の原則に対する重大な懸念が表明されている現状においては、党外交部会外交調査会として習近平国家主席の国賓訪日について中止を要請せざるを得ません。中国政府はこのような国際社会の懸念に真摯に対応するべきであり、我が党は日本政府に対し、中国に主張すべきはしっかりと主張しつつ、新たな時代の友好関係構築に向け中国側への強い働きかけを要請いたしました。なおこの決議は先週7月3日金曜日に外交部会外交調査会関係役員会において協議をし、一昨日6日月曜日には外交部会外交調査会合同会議を開催して2時間を超える平場の議論を行わせていただき、決議案を取りまとめ、昨日の政調審議会でご了承をいただきました。以上が私からの報告であります。外交部会外交調査会で習近平国家主席の国賓としての訪日に関して中止を要請せざるを得ないという決議をまとめました。で、党として近く政府に出すという方針などのことですけれども、これについて世耕幹事長お考えをお願いいたします。やはり環境が大きく変化したと思いますね。特に香港における中国政府の対応についてはですね、これは一国二制度という国際的な役割、約束を保護にしたわけでありますから、そういった意味ではなかなか
もろ手を挙げてお迎えできるという雰囲気ではなくなってきたというのは事実だと思います。こういうタイミングで党としてそういう決議をまとめたというのは適切なことだったというふうに思っています。関連しまして、この決議をした上でですね、その今後 の, その日中関係をどのように取り戻していくかということに関してはどのようにお考えでしょうか。日中関係というのはですね、習近平主席の、国賓来日だけで成り立っているわけではないわけであります。特に経済関係等についてはこれはもう密接不可分なわけであります。戦略的互恵関係というですね、付き合い方も続いているわけであります。そういったことをベースにしながらですね、しかし一方で中国に関してですね、やはり日本として申し上げることは申し上げていかなければいけない、そういう関係だというふうに思います。昨日外交部会の報道を入って中国 の, 習近平国家主席国賓来日の中止を政府に求める決議を今日正式に図られたんですが、これについての関東の今回どういういきさつでそうなったか詳しくは存じませんが、外交問題、日中問題は今日こそ日中問題って平気でみんなが言えるようになっておりますが、ここまで来るまでには先人たちの大変なご苦労があったわけです。そのことを思うとそう簡単に、右だ左だっていうことを述べてるだけではなくて、外交は相手のあることですから、慎重の上にも慎重に行動すべきものだと。しかも自分で責任を取れる範囲においてやっぱり発言行動すべきですよね。外交部会の決議に関してお伺いします。幹事長の見解、先ほどおっしゃっていただいたんですが、外交部会の決議の4項目目にある習近平国家主席の来日の中止という表現ですが、幹事長のご意見としてはこの4番目の項目はそもそも盛り込むべきではないというお考えだったんでしょうか。その修正の必要性などはどういうふうに考えていらっしゃったのか教えてください。どういうことであったか外交部会長等から詳しく聞いておりませんがね、外交ってそんな簡単なもんじゃないんですよ。一人の人間でことをなすことができるほど簡単なもんではない。その外交問題をね、外交部会長であるのか何部会長であるか知らんが、そう簡単に軽減に判断すべき問題はない、私はそう思ってますがね。別にそれをわざわざ言いに、私が言いに行くほどのことではないでしょう。自民党でですね、習近平中国国家主席の訪、はい、日をめぐった決議をちょっと取りまとめましたけれども、改めて代表として習近平氏 の, 国賓での来日について現在どのような考えか。これは日中の現在および将来の大きな大局観の中で首脳の往来を重ねて関係を強化していこうという流れの一環であります。すでに安倍総理は訪中を実現をしておりますので、中国の主席をお迎えするということはそうした歴史的な大局的な観点で推進していくべきだと考えます。ただ今は両国ともコロナの感染対応で奔走しておりますので、そうしたことを具体的に日程を調整できる状況にはないと考えております。しかし引き続きそうした訪日が実現できるような環境を両国ともに努力をして前進を図るべきだと思います。党としてではなくて外交調査会外交部会として中国国家主席の国賓としての来日中止を要請せざるを得ないでしたっけ。そんな文言ではあったかと思います。これについてもカンカンガクガクいろんな議論があって、
新聞の書き方、テレビの報道の仕方も様々ですが、これが今後の好きとか嫌いとかそういう話ではなくて、日本と中国の関係にどういう影響を与えるかっていうのを我々よく考えなければいかんことだと思っております。その後のいろんな経緯はあるにせよ、総理が国賓としての来日を要請したというのか、お招きしたということは事実としてあるわけ で、それをやめてくれということはこれから先どういうことになるのかということもよく考えねばならないことです。で、私覚えてますが、江沢民主席が国賓として来日されたときに、非常に我が国の国民の神経を逆なでするような発言があって、日本人はかなり奮撃をしたことでありましたが、我々民主国家として礼儀は礼儀としてやっぱりきちんと尽くさねばならない。しかしその上で尖閣にしても、あるいは香港にしても、新疆ウイグルにしても、チベットにしても、いわゆる人権問題、あるいはイギリスと中国との宣言というのは、あれは国際条約なので、もう返還になったら無効だみたいな話には国際法上ならないはずなんですが、そうすると向こうは内政干渉だとこういう話になるんでしょうけれども、我々は礼儀は礼儀として、そして言うべきことはきちんと言うということも私は今後必要なことではないのかというふうに思ったりしておるところであります。松田先生方のご意見を賜りたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。